皆さんこんにちは。キャリアコンサルタントの須田真理子です。今日はですね、キャリアコンサルタントを目指す人、興味を持っている人、そういう人のためにいろいろな実践的なお話をね、こう細切れにしてやっています。で、今日は第四回なんですね。まあ第三回までも面白い話してるのでね、ぜひアーカイブで見てください。で、第四回は活躍しているキャリコン事例の中でハローワークやジョブカフェ、そんなところの話をしていきたいと思います。 ちょっと耳たこになってきてますけど、私はあの現場のキャリアコンサルタントでね、まあ、ハローワークさんからお仕事もらってセミナーやそうですね、カウンセリングに行ったりします。まあ、他にも企業やね、大学でもね、あのいろいろやってるんですけど、まあ、働き方改革をしなきゃいけないからこれから AI が入ってきますよね。その中で企業も今までの右肩上がりの時代の考え方だともう通用しなくなっている。まあ、変わらなきゃいけないってみんな言うじゃないですか。 でででも変わってないすすよねね。全然っていうとう口ですけど、ねまあ、そういうところをお手伝いする人としてね、まあ、私たちキャリアコンサルタントがいるんですけど、まあ、それをですねただ資格だけ取っても仕事になかなかつかないのでちょっとこう資格を取る前に皆さんにね現場のことを分かってもらってねでその上で戦略を持ってやってもらおうと思ってこんなふうにま、ね、まとめて話をして話しいますで。なぜならば私たちの資格は名称独占資格だから。 で名乗ることは独占なんですけど、それ以外専有業務がないのでね、だから私たちは自分の仕事を自分で開発していかなきゃいけない。だから勉強を続けたらダメだっていう話ですね。さて、公的支援機関っていうと皆さん何を思いつきますか？まあ、やっぱりここに出てるようなね、ハローワーク、ハローワークですよね。ハローワークっていうのはね、こう国のあの機関ですからね、もう北海道から南までね、あの離島までこうずっと 各地域にあるわけですね。で、そこのえっ、ー、とまあシーンというのはこうつながっているわけですね。就労支援機関っていうのは、例えば私は川崎市なので、今日ちょっと川崎市の話に触れるんですけどね。ジョブカフェって聞いたことあります？ジョブカフェって言って、まあ、ハローワークさんとほぼやってることは同じなんです。カウンセラーがいて、から就職支援のセミナーまで。ただね、できないのは国じゃなきゃできないこと。例えば失業保険を出すとかね。 それから、いろいろな訓練の窓口になる、それはできません。なので、それ以外のものをやっている収録支援官。後でね、詳しく川崎を事例にしてね、ちょっと話していきます。それから、最近すごくキャリアコンサルタントの活躍分野が増えているのは、この生活困窮相談。機関っていうところですね。生活困窮者のところ。ところでは。まあ、ここには産業医師さんとか社会保険福祉士さん。っていう方がね。メインに活躍されてるんですけどね。やっぱり。 えとお金をもらう手続きをするっていうことだけじゃなくてねいかにこの人たちを自立させていくかっていうのも、まあ、国の命題ですねそういう時に私たちが、まあ、その人が今までやってきたことを棚卸しをしてねこんな仕事はどうかっていうことをやっていくわけです。それから福祉事務所ですね、えー、例えば一例ですけどシングルマザーの方とかね障害をお持ちの方とかね外国人の方とかねいろいろ自分の努力だけで就職ができないっていうそういう人に向かってやる。 そんななようなところもまあ支援の特徴は今まで話してきた大学やそれから企業だとね「まあ、こんにちは」って知ってる人同士なのであのそういうことはないと思うんですけど、えー、そうじゃないこういうところではですね福祉に関する知識やスキルつまり「心を病みました」とかね、まあ、最近だと「発達障害」とかねそういう知識を有することもありますし、まあ、相談者の訴える問題は多種多様だってね「お金がないんです」って話も来るしね。 いろんなことがあるつまりケースワークなんてことも必要だってことですね。もううちょょっと先行きましょう、まあ、一般就職支援っていうとね何やってるかってここに出てることです。職業相談に一体中のカウンンセリングあとこんな仕事やってみたらどう求人紹介そして、えー、セミナーやったりからこの人が喜ぶにはこの人に合った仕事を取ってくればいいですからねなので求人開拓をしたりね。から定着支援っていうのは 仕事は決まるけど3ヶ月で辞めちゃうい方も結構多いんですね。で、そういう時に定着するように、ね、もちろん器業にちょっと物申すこともあるかもしれないけど多くの場合は相談する人がいないと「僕はダメなんだ」って言って辞めてしまう事例が多いのでね、まあ、そんなこともするんですね。場所はどういうとこっていうこういうね川崎の場合はね,今回ね皆さんが住んでるお住まいによってここのここは同じですけどここは違う名前だと思います。 そしてさっきの生活困窮者支援これはこういう名前になってますねお近くにないでしょうか。これ生活保護の受給者支援は多くの場合こういうところです。まあ区役所とかですね。で就労支援困難者支援、えー、この前ね私のところに相談に来てくれた方はね13年間引きこもりをしてて13年ぶりに外に出ましたなんていう人がねこう来てくださったことがありますねそんなこともあります。はいそして まあどういう人かっていうとですねまあいろんな問題ですね DV とか借金とかねアルコール依存とか精神疾患とかそんなねもう本当にこうなんていうんですかねちょっとこう寄り添って聞けばいいだけじゃないっていうかちゃんとその人に向かってまずご自身に向き合わせるっていうことが必要なので現状をね正しく過大評価するでもなし過小評価するでもなく正しくそこでね私たちはねよくね鏡になるっていうんです。 鏡って、ね、こう見るじゃないですかあ髪の毛立ってるなって分かるけど髪の毛直せなんて鏡言わないじゃないですかでも髪の毛が立っってているってい事実は分かりますよねカウンセリングっていうのは、うん、どっちかっていうとコーチングやコンサルティングっていうのはちょっとこう干渉していく私の中ではイメージあるんですねそうするとコーチの人が怒るんですけどちょっとそういうイメージがあるねこういい方を見ようよっていうイメージがある。だけど私たちがやっってててるのはそうじゃななくて鏡になっていく どうなのって今現状どうだけどそれあなた今どんなふうに思うってねだから臨床心理士さんとコーチのちょうど私たちは真ん中にいるかななんて思うんですねあとはねさっきお話した引きこもりから母子不死シングルマザーファザーから外国人からね税金が払えないんだねそんな人もいる必ずしも自主的じゃない、ね、もういやいやながら生活保護をもらうにはここに相談に行かなきゃいけないっていう気持ちで来てる人はすっかり心を閉じてますから。 何もありません今日は特に話がありませんとか言って30分何も言わないこともありま,すまあねハローワークの仕事っていうのは考えてみると私たちの仕事の中で一番歴史があるんですね。えー、そうですね大学っていうのはもともとはこう就職家だったっていうのがキャリアセンターっていう名前を変えたのが45年前ですね。なので大学の中にキャリアコンサルタントがいる、まあ、私は45年前12年前に独立してですね 最初の頃は大学に営業に行くとね。もうししとやられましたね。まあ、うちは勉強するとこで、あなたのように就活の学校は必要ないからと言われたんですね。まあ、その頃はまだ日本の景気が良かったから、まあ、確かにエントリーシートのチェックなんかいらなかったんでしょうね。だけど、昨今はですね。営業に行くともう本当に応接室に通されてまあ、お茶まで出てくるんですけど。まあ大学もね。色々あの何でしょう？情報が欲しいんでしょうね。民間の会社どうなってる？ 今だったら、ね、人取らなくなっているどうなってるっていうようなことですかねそんなようなこともあるしあと企業の中はねやっぱりこうやめないでくれっていうねこう引き止め策の一環みたいなものもあればね、まあ、あとはですね最近出てきてるのはねこう採用支援つまりいい人を取りたいんですけど媒体に出してもいい人が来ないんですよ。いい人は媒体を見てない可能性があるねでそういういにに会社の中をこう健全にしてね。 要するにこの会社で働きたいなと思わせるようなまあ例えば相談の仕組みを入れるとかですねから教育研修を受けたいなと思うような仕組みに変えていくそんなことを入れていくと風評が良くなってきますからねそうするといいのでっていうねそんな仕事も増えてるんですけどまあ今日お話ししたのはそういうものではなくてね古くハローワークがねもう数十年前からあるんですよね。そういういところででもも今ハローワーワクさんも 変わりましたねこれあのハローワークの人が見てたら怒られるのでちょっとしゃべっちゃいけないですかね10年ぐらい前にハローワークにいるとなんかね怒られてる感じがした上から目線の感じがしていやーなんか早く保険が出ればあとは行きたくないなと思ったけど最近のハローワーク違いますねもう本当に寄り添ってくれるしだからやっぱり時代がねやっぱりそうさせてるのかなって思うけどもね、まあ、そういう意味で私たちキャリアコンサルタントの仕事は、ね、いろいろあるよっていう話でした。 さて次回はですね今度は同じ需給調整、えー、ハローワークさんは公的でしたねつまり、えー、税金でっていう部分でしたが今度は民間です民間の人材派遣会社人材紹介会社にもキャリアコンサルタントはとっても活躍していますその話をしていきたいと思いますご興味がある方はぜひ聞いてくださいはいそれでは今日のお話はここまでです、えー、ここまで聞いてくださってありがとうございました。